ボーンって持ってパシッってはまった時にすごい地面に吸い付いてたんですよね、足の裏がギューンと。もう本当にあの履いてる感じがむしろしなかったです、僕は。ランニングシューズよりもこの測定の部分がですねしっかりと硬くなって、ソールが安定したトレーニングシューズの方がより重りをダイレクトに地面に伝えて上げていく力に変換できる。ブレなくするために薄くして低重心にして、運動時に圧力がかかる母子球、小子球、小骨、そこの3点を常に安定させることをフォーカスして、これ具現化したっていうのはこのアンダーマンしかないです。いかに裸足に近い靴、いかに裸足の感覚に近づけるかっていうのが僕はトレーニングシューズが大事じゃないかなって思ってます。